金のなんか出方というかの話をしていきたいんですけど、まああの人それぞれね、あのローンがあったりとか車両保険があったりとか、まあいろんな環境があると思うんですけど、まあ今回そういうローンとか保険とかの話じゃなくて、意外とちょっとあのね金がかかるなってところのお話をしていきたいんですけど、ちなみに今手袋破けちゃったので、今回手袋しないんですけどね、まあそれは置いといて、まあ消耗品っていうのがね結構ねかかるんですよね、お金が。まずまあずっとこう乗ってて思ったのが、タイヤの減りが、なんだろう、車体がね重いからなのかわかんないですけど、まあスポーツ走行とかね、サーキットとか行ってる人だったら、まあね、1日でなくなったりとかってあるかもしれないですけど、まあ、僕みたいに週末とかにちょっとね、あの峠行って、軽くね、スポーツ走行するかみたいな、まあ、グリップ走行とかね、まあ、その辺するかっていうようなレベルになると、半年ぐらいでタイヤがなくなってしまうんで、半年に1回でタイヤ交換が入るわけですよ。で、まあ、この今履いてるハイフライ、変えてから、まあ、全然そんなスポーツ走行もしなくて、普通に通勤ぐらいに使ってたんですけど、それでもまあ1年ぐらいしか持たないのかな、だから1年に1回タイヤ交換って感じですかね、多分。まあ、もっとね、本当にね、まあ、ちょっと僕もね、加速とかしちゃったりとかね、まあ、少し遊ぶところがあったから、本当に街乗りだけって言ったら、まあ、1年半とか2年は持つと思うんですけど、まあ、頻度よくタイヤ交換になるんですよ。だから結局高いタイヤをね15、6万とか出してね、いいやつね買ったとしてもね、結局はねそのすぐなくなってしまうんで、寿命自体はそんなにね安いタイヤも高いタイヤもね、まあ同じようなもんなんで、最終的にはもう減るんでね、なんでまあそんなサーキット行ったりとかしてるわけじゃないし、通勤だけだしっていうので、まあ僕はもうアジアンタイヤ今使ってるんですけど、まあネクセンだったりとか難関だったりとか、まあハイフライだったりとかいろいろやってるんですけど、まあアジアンタイヤでも安い方買ってるんで、大体5000円から8000円ぐらいで収まるかな1本って感じで、まあ安くしてるんですけど、まあそれでもやっぱねタイヤの交換ね結構ねここお金かかるなってところだと思いますね。であとオイル交換なんですけど、まあ、僕自身そんなにね遠出とかしないで、まあ、通勤だけとかって考えても、なんだろう、大体2、3ヶ月に1回はオイル交換なんですけど、まあ、2回に1回フィルターとかね、あのエレメントとかさ、エレメントって言った方がいいか、フィルターって言った方がいいか、まあ、どっちでもまあ同じですけど、まあ、エレメントでしましょう。2回に1回のオイル交換で、まあ、エレメントを変えますよっていうものがあっても、まあ、僕自身はね、もう毎回変えちゃいます。一応ね。で、まあ、大体みんなね、いいオイル入れる人が多いと思うんですよ。まあ、GT で乗ってる人って大体、そこそこお金がある人が多いと思うんで、年配の方とかね、だから大体なんだろう、1回のオイル交換で、まあエレメントだったりとかオイルとかで大体1万円近くいくと思うんですよ。なんかモービルバンとかなんかその辺とか入れたりとかねしてると。だけどまあ僕自身の場合ね、全然スポーツ走行もしないし街乗りだけっていう感じでやってるんで、なんだろう、その辺なんかね意外と安いんだよね。だからオイル交換とエレメント交換しても、だいたいそのこの車ね4リッター半ぐらい入るのかな、入るんだけど、まあ場所によっては何リットルで買ってくれっていうのもありますし、まあその分だけでやってくれるところもあるんですけど、だいたい値段的にはまあ5,500-600円から、まあ、7,000円以外に収まるかなって感じですねぐらいで、まあそれもね、まあ1ヶ月1000キロぐらいは走るんで、多い時で1500キロ走るって考えて、まあ大体2、3ヶ月に1回はオイル交換とかね入ってきてしまう。まあそこも結構、いや大きいのかな、わかんないけど、一般的にはなんか5000キロに1回でオイル交換しようとかってあるんですけど、やっぱり僕はもう2500キロから3000キロに1回で変えてるんで、まあ、ターボ車っていうのもありますし、そんなに高いオイルも入れてるわけじゃないんで、この車1000キロ走れば、
イヤオイルはまあ結構ねお金がかかるところで、であと地味にお金がかかるところって言ったらあれがお金かかりますね。なんだっけ、ブレーキ関係、ブレーキパッドがね、リアはあまりね使わないんで、あの4年に1回ぐらいの感じで多分リアのパッドを変えればいいと思うけど、フロントはね結構減るからリアの2倍ぐらいは減るって考えていいんで、そうするとフロントはね、あのまあ2年に1回ぐらいなのかな、街乗りとちょっとスポーツ走行するぐらいでって感じかな、流れ的には。でまあパッドの交換で、まあ、2回に1回でディスクも変えると、ローターねっていうのもあって、まあそこも結構ね金がかかるところなのかなっていう感じですかね。結構消耗品がお金かかるんでね。であとクラッチがですね結構お金がかかるところなのかなっていう感じはしますね。クラッチがね結構お金かかるかなっていう感じがします。あ、純正、え、メタルクラッチかな、あれ覚えてないな、なんかの強化クラッチとクラッチ入れてて、でそこから純正に戻して、またあのこの間ね強化クラッチの方買ったんですけど、まあ、クラッチもね3人は結構減る方なのかなって感じはしますね。 R さんにねなんかネットに書いてる通りだと、まあ、純正クラッチで言うとまあだいたい5万キロから6万キロで1回ぐらい買えるような感じなのが頻度的には、街乗りでね、スポーツ走行とかしない でスポーツ走行とかサーキット行っちゃうと、大体もうサーキット行ってる人だったらもう5000キロとか1万キロぐらいしか持たなかったとかあるし、まあ週末と行動でね少し遊ぶ程度だったらまあ2、3万キロぐらいなのかな。僕なんか純正クラッチね半年ぐらい、まあ、5000キロぐらいでだいぶ減ってしまったっていうのを記憶があるんですけど、まあ、クラッチ交換ね、まあ、純正で多分11万から14万ぐらいで収まるのかな、分かんないけど、まあやってもらうところによって変わってくると思うんですけど、まあ、そこもね結構ね痛いんですよね、湿気が。まあ GTR 乗ってて本当街乗りだけっていう人はいないんで、クラッチャーは3万キロか4万キロに1回って考えたら、なんだろうね、なんかね車検の時とかぶるんですよね。そろそろ車検だっていう時にクラッチがなくなるっていうところがあって、まあ、そこも結構ねお金かかるところなのかなっていう感じはしますね。でやっぱあと他はね、まあ、古い車なんで劣化とかねその辺が多くて、ゴム類とかがね結構ダメかなって感じがします。一回やっちゃえば少しの間は大丈夫なんですけど、まあパワー捨てが弱かったりとか、燃料ホースとかもちょっとダメで漏れたりとかあるんで、であとオイル漏れとかね、各オイル漏れ、パワー捨てだったりとか普通のエンジンオイルだったりとか、まああちこちね漏れるんですよね。だからそういったところでの費用もありますし、あとはその RB 系ね熱がすごいんでね、意外とねこまめにメンテナンスして見てあげないと、なんかオーバーヒートとか意外としちゃうんで、地味にねお金がかかるんですよね。だから一般的に GTR 乗ってて年間でまあこのぐらいかかりますよとかっていうのはあると思うんですけどそれ意外と参考にならない、その参考をはるかに超える。で大体法定で車検が決まってるじゃないですか、金額がね。でそれが、まあ、12、3万 なのかな、11万だから12、3万じゃないのかな、そういう手続きの紙とかするんだけど、結局は そこに代行料だったりとか、あとはその消耗品の交換で、まあ、2年に1回って考えたら、まあ、ブレーキパッドとかは絶対かぶってくるだろうなっていうところで考えて、あとまあタイミングベルトだってね、タイミングが悪かったらかかってくるんで、でディスクだったりとか、まあいろいろとねオイル交換とか入れて、まあ、GTR の車検がね
大体ね、20万は最低で考えとかないとダメかな。安く収まってもまあ18万とかなのかな、わかんないけどね、まあ、大体でもね、20万ぐらいはね、車検確保しとかないと困っちゃう感じがします、今までの記憶上でね。前々回は23万とかいったのかわかんないけど、結構あちこち直したりとかいろいろしててっていう記憶があります。アイドリングが悪くなって回転数上がったりとかエンジン止まっちゃったりとか、まあいろいろあって、4000回転以上回らないとか、結構そういう息継ぎ操縦とかそういうのあったんで、だいぶね厳しかったかな。1個3万5、6000ぐらいしなかったかな、エアフロだけで。だからまあね、ちょっと貧乏人だから中開けてもらってハンダ付け直してもらったりとか、メンテナンスしてもらったりとかして動くようにしたりとかしてたんですけどね。まあ定番的なところ、タイヤ、ブレーキ、クラッチ、オイルとか、まあその辺定番的なところはもう普通の車に全然サイクルが速いと考えますよね、普通に。でまあ通勤にも使ってるんで、毎月の燃料費が3万から5万ぐらい、まあ遊んじゃうと5万ぐらいいっちゃうけど、だいたい通勤とかだけでも3万ぐらいかかるかな、だいたい3万から5万ぐらいかかるんで、で税金が13年以上経ってる車なんで、で 2600cc ってことで、まあ、3リッタークラスのプラス13年以上で 3.5 リッタークラスぐらい取られます、税金。5万8600円だったかな、確か損害な気がします。それもね、なかなか痛いですね、費用が。去年いろいろとお金かかったんですけど、確か去年だっけな、去年かな、タイヤ変えてフロントのブレーキとかそのリフレッシュしてとかってやって、で今度はまたタイヤに、まあ、1年ぐらいだしね、タイヤと、あとはなんだっけ、リアのブレーキだよね、キャリパーをオフロしてディスク変えてパッドも変えないといけないっていう、そういったところがね、結構金かかるかなっていう感じ。
けるよね本当に。まあ細かいところで言ったらなんか電気関係のやつがあるな、電装系というか。スカイライン系はね、まあ山陽もそうだったんですけど、意外とテールランプね、電球が切りやすい。あとまあウィンカーだったりとか、あとはヘッドライトだったりとか、意外とねちょっと電球類がね結構交換頻度が多い方なのかなって感じがします。だいぶで今言ったこういうような消耗が、ね、結構あって、お金かかるんだけど、まあそこにね、あのね、人によっては車のローンだったりとか、まあ保険だったり、保険もまあ車両保険を持って入ってる人は高いですし、年齢によってもっと等級的にね高かったりするし、だいぶねあのお金がねかかる方なのかなっていう感じはします。あれだよね、もうずっとねもうヒヒしてるよね。 でこういう定番的なね、あのかかってしょうがないところ以外にもまあいろいろとね直していかないところがたくさんあるんでね、年間 GTR に使う維持費はどのぐらいかって言ったらもう50万じゃ済まないと思うけどね。40万から50万ぐらいは年間の燃料費として考えて、そこから消耗品だったりとかいろいろね、保険の支払いだったりとかローンだったりとか全部考えたらもう年間100万以上は普通にぶっ飛ぶと思うけどね、人によっては。だからあまり乗らない人とかだったらそんな金かかんないですけど、通勤からプライベートまで全部やっちゃうとだいぶ金かかるよねっていう、っていうような感じでございますよ。ネットとかに書いてある年間のその大体の維持費だとかって書いてるやつもまあ参考になるっちゃなるけど、それ以上に実際かかるっていうんだよね、壊れるから。消耗品もそうだし、でまあ3年も古いんでね、意外と見えないところでね大量にサビがね出たりしてるわけですよ。だからそういったねボディの腐食が多いから、そこで板金したりとかもかかるし、ゴム類はなんだろうね、リアのあのほらガラスのゴム類とかもそうだし、結構金がかかるね。具体的にあのそんなにねあの値段を細かく言ってるわけじゃないんですけど、まあ、大まかに言うと、まあ、こんな感じなのかなっていう現状は、これが現実ですよ本当に。だからなんか免許取ったら GTR 買うとかって、まあ、夢を持つのはいいことだと思いますけど、まあ、ちょっと貯金してからとか、社会人何年目だとか、2、3年目、4年目とかで買うのが多分一番現実的だよね、自分の力で買うんだったら。まれにね、なんか18歳とか19歳でなぜかサニーの GTR 乗ってる人とかいるけど、今現状こんな値上がりしてて、ローンとか保険とかだけでも毎月やばい支払いになると思うのに、それで乗ってるっていうのがね、根本的にね親の金レーシングでしかない。基本的にそもそも20歳からが基本的に今ローンの審査を通るのが世の中なんで、まあ昔はどうか知らないけど、だから未成年の方がいい車乗ってたら大体なんか親が連れ